オタホの秘密基地。どうもご覧の皆さん、こんにちは、オタホです。今日紹介するおもちゃは、これだ！怪盗戦隊、ルパンレンジャー VS、警察戦隊パトレンジャーの、X 合体、X エンペラーセットのレビュー、パート1だ！発売されたのは全部で1、2、3、4、5点あるんだけども、この右側の1、2、3点のセットがこれ。X 合体、X エンペラーセット。僕は迷った末、バラのやつもね、買いました。今回のおもちゃはプレイバリューが満載です。今日はそれぞれの VS ビークルの単体の遊び方や変身を中心にレビューします。こちらのロボの方はね、パート2で紹介します。それでは早速レビュー行こう。まずはルパン X。シルバーの絵が映っている X トレインファイヤー。これは今までの VS ビークルと箱のサイズは同じ。トレイン型のメカでアタックモードがあります。VS チェンジャーで攻撃や他の VS ビークルと合体して X エンペラースラッシュになります。さあ次、パトレン X。ゴールドの絵が映っているデラックス X トレインサンダー。これもさっきのファイヤーとギミックは同じ。アタックモードがあって、他の VS ビークルと合体して X エンペラーガンナーになります。トレインズはこんな感じ。さあ、そしてもう一つ。デラックス X チェンジャー。これを使って、ノエルがルパレン X、パトレン X に変身するわけです。これのギミックがすごくて、この一人のキャラクターが警察にもなるし、怪盗にもなるっていうのがポイント。パッケージの背面には遊び方がぎっしりと書いてあります。そそるね。出撃。合体。おっと、これはなんだ。これはね、今回のレビューパート3あるね。この X チェンジャーはボタン電池が2個あらかじめセットされています。さあ、それでは早速全てを取り出します。おー、ボリューム満点だね。X トレインゴールド、X トレインシルバー、そして手前の2つがデラックス X トレインファイヤーとデラックス X トレインサンダー。レビュー中はファイヤーとサンダーと言います。ファイヤーの造形はこのようになっていて、ここのパーツを展開すると、これがアタックモード。火炎放射を放ちます。カラーリングはシルバーに差し色がレッド。これはメタリックカラーですね。とっても綺麗です。で、このダイヤルはダミー。動きません。横。ちなみにここに、ウィングパーツがあります。他にも動くところを見ていこう。ここに、合体ジョイントがあります。結構固め。こんな感じ。あとは、ここにも、ちょっとね、ネタバレになっちゃうんだけどね。何かを支える、こう、下駄的なものになります。アタックモードが、こうで、ノーマルモードが、こう。で、裏側。ここに VS チェンジャーにセットした時の読み込むところがあります。基本的な遊び方はこんな感じ。さあ、次はサンダー。トレードカラーはゴールドにブルー。このブルーはよーく見ると成型色がスカイブルーといった感じかな。劇中だともうちょっと濃いブルーだったんだけどね。X の塗装。ウィンドウの部分はメタリックグリーンです。あとは差し色にオレンジ。オレンジは両方あるね。造形はこのようになっています。これも稼働するところがあって、ここに硬いクリック。これは合体ジョイント。反対側。さっき、こっちはウィングが、このように展開したんだけど、これも、ここにあります。か。で、アタックモード。このように展開します。劇中ではこの部分。ここのクローンのところがこう開いて、なんていうのかな。まあ、サンダーというか、雷のようなものがバーンとこう出てましたね。これがアタックモードで、これがノーマルモード。あとは、さっきのこれと同じように、ここに、ゲタパーツになる何かのジョイントがあります。X トレインサンダーはこんな感じ。続いては連動遊び。VS チェンジャー。ちなみに劇中でこれが登場するときは、ルパンレンジャー、もしくはパトレンジャーが、VS チェンジャーを使って出撃させます。めんどくさいなって言ってましたね。
まずはファイヤー。それぞれ攻撃遊び、出撃遊びができます。いきます。ファイヤー。ファイトブースト。出撃。さあ次はサンダー。サンダー。カトライズ。必殺ブースト。出撃。現地について、よーい、発射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 、シスドーン、シスシスドーン。出撃した時のセリフは疾風陣雷ですね。 VS チェンジャーとの連動遊びはこんな感じ。さあそしたら、ロボットとの連動遊び。このファイヤーとサンダーは両腕にもなります。それぞれの合体準備。まずはファイヤー。アタックモードにします。そしたら、ウィングを展開。最後に、関節。この合体ジョイントをこっちに持ってくる。これで合体準備状態完了。反対側のサンダーも同様。まあ同様というかね、左右対称な感じだね。アタックモードにして、このパーツを展開。そしたら合体ジョイントを展開。これで合体準備状態完了。ルパンカイザーに合体させるときは、両腕を取り外して、それぞれを取り付ければ完成。これがルパンカイザートレインズ。全体のプロポーションはこんな感じ。気持ち、腕が長いかなという感じはします。か。まあでもこのちょっと展開したこの横のパーツ、片横のパーツがすごく効いているなぁと思いました。近くで見るとこんな感じ。同様にさっきと同じ合体方法でパトカイザーに合体させれば完成。これがパトカイザートレインズ。全体のプロポーションはこんな感じ。ルパンカイザートレインズ同様、まあ両腕が大きく変わったなぁという印象ですね。デラックスエクストリームファイヤー、同じくサンダーの遊び方はこんな感じ。さあ次はこれ、エクストレインシルバーとゴールド。早速じっくり見ていこう。全体はこんな感じで、一体のボリュームっていうのは結構あるね。あの列車戦隊特急ジャーのあのメカを彷彿とさせます。まずはこっちがシルバー。細かい可動範囲などは次回のレビューでお見せします。この辺のダイヤルはダミー。この辺とかすげえ興奮する。合体ジョイント。反対側。このようになっています。この、ここの黒いボタンも、スイッチになっていて、合体の解除ボタンですね。あとこの辺がちょっとこう動いたりとか、します。とにかくね、ジョイントとか、可動部が多いですね。このように、コロ走行できます。さあ、そしてゴールド。これもすごい。音声ギミックはこっちに仕込まれています。で、ここに穴が開いていてね。ロボットに合体するときに、ここがすごいポイントなんでね。あの昔の勇者王ガオガイガーをちょっと僕思い出したね。この先頭の部分。ここは別のパーツになっていて、ちょっとこれだけお見せしたい。これがロボットになったときのヘッドパーツになっていて、3つ顔がありますね。こんな感じ。一つ残念だなと思ったのは、劇中で、連結された状態になってますよね。これね、ここの部分の連結ジョイントっていうのはありません。これちょっと残念だなぁと思いました。
まあ、劇中っぽくするとこんな感じかな。先頭の部分がシルバーになってたり、こんな風にゴールドになったり、両方が先頭になるシステムになってます。さあ、そして音声ギミック、このゴールドの部分のここにトリガーがあって、これを押すと2種類音が鳴ります。音的には蒸気機関車っぽい音がしていて、これがゴールドのやつですね。もう一つ、こっちがシルバーの音声。さあ、お待たせ、変形 X チェンジャー。まずはシルバーから、この合体ジョイント、これをこっちに向ける。これで X レインシルバーの変形完了。次はゴールド、この車体の中央の部分、ここに回転軸があって、ここで180度下に倒す。そしたらここの部分、これも回転か。そしたら本体をこっちに向けて、今度はこれ、この合体ジョイントをこっちに向ける。そしたらシルバーとゴールドをこことここで連結か。で、最後にこのボタンを押してロックを解除して下に倒すと、じゃーん、完成。これが X チェンジャー。ちょっと各部をじっくり見ていこう。あの、劇中で見るよりね、あの、すごいボリューム感があります。なんかもうちょっとこうこじんまりしたものなのかなと思ったけど、結構ごついです。大人の僕が持ってかなりのボリューム感を感じます。後ろ、これは面白いデザインだね。トリガーを押すと銃撃音、こんな感じ。さあ、この X チェンジャー、ルパレンモード、パトレンモード、2モードあって、それぞれ変身、出撃、そして合体、3つ音声があります。ここを回転させるんだよね。あの、劇中でもくるっと回してましたね。このシルバーの方がルパレンモード、ゴールドの方がパトレンモード。というわけで、まずはパトレンモードからいきます。まずは変身。大気音、これでルパン X に変身しました。この一回転するところが面白いよね。そしてこの大気音、これ知ってるかな。あの、キャッツアイ的な音楽だったよね。あー、これ何、この音楽すごい。さあ、次、出撃。重心を一回転させます。ちょっとこっから見てみようか。さあ、そして最後、合体。この状態で再びトリガーをもう一度押す。ルパレンモードはこんな感じ。さあ、次、半回転して、パトレンモードにして、流れで一気にやってみよう。変身。さあ、次、出撃。さあ、そして最後、合体。
分離させる場合はこのボタンを押してロックを解除。ここを外した後、ここは手動で引っ張ります。これでシルバーは完成。グリップを上に向けた後、一回転。そしたら、ここを回転させて、ここ。これをまっすぐにする。これでゴールドの変形完了。さあ、そして最後おまけ。ここ。真ん中の部分で取り外すことができます。ここにも VS チェンジャーとの読み取りのパネルがあります。VS チェンジャーで連動遊びができます。チェンジ、ニューチャレンジャー。それからもう一つ、ゴールド。ニューチャレンジャー。大気温などが一風変わってましたね。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のルパレンパトレンの追加メンバー、ルパン X、パトレン X のトレインズやデラックス X チェンジャーのレビュー、いかがだったでしょうか？今回のレビューがね、パート1です。いやー、しかしこのパート1だけどもかなりボリュームがあったと思います。遊びごたえがかなりあるんだよね。次の動画もぜひ見てください。今回の動画、面白かったな、楽しかったわ。おたま、早くパート2が見たいよという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとどんなことでも結構です。おー、おたま、これついに発売されたね、とか。あー、なんかすげえ、プレイバリューが多いね、とか。他にも、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは次の、レビュー、パート2で、お会いいたしましょう。おたまでした。続きも見てね。またねー。